士の幸子です。イギリスに今は住んでるんですけど、その住み出したきっかけっていうのはダンスをずっとやってて、でミュージカルの勉強をダンス学校でするために、まあ、英語もちょっと喋れたのでそういう選択肢もあったので、じゃあイギリスに行こうかなって、そのダンス留学で行ったのがきっかけです。英語は喋れていいなって思ったのは、まあ、やっぱロンドンっていろんな国の人がいるので、そうやっていろんな国の人のと仲良くなることで、いろんな文化とか違うことを知ったので、でそれでまあやっぱり視野が広がる。私も勉強してた時って結構壁に当たったことが2回ぐらいあるんですけど、なんかやっぱり自分が英語を習いたいきっかけってあると思うので、それまあ会社で使わなきゃいけないだとか、海外行きたいとかでも何でもいいんですけど、なんか近くに達成できる目標、続けてる行くことが一番大切なので、英会話を勉強するってすごい大変だと思うんですけれど、少しでも私のレッスンでそうやって勉強するお手伝いができたらいいなって思います。 I hope I can help you to improve your English and I hope to see you soon.